今んとこビッグが3回でレギュラーが5回、ビッグ確率299分の1、レギュラー確率179分の1、合算が112分の1とかなりの両台が空きました。ちょっとこれ真面目に打ち込んでいこうかなと思います。まあ、6じゃないからな、どうぞ数えなくてもいい気もするけど、でも、うん、なくはないね。あ、結構ハマってんだな。あ、来た来ました。ビッグがいい。ああ、でも単独レギュラーいいでしょう、いいでしょう。今日レギュラーしか引けないんじゃないの私大丈夫かな、これ増えるのかなまあでも追加、追加2000円、やめますかブドウも全然引けてないし 6.8 とか全然ダメ。でも何打ったらいいんだろう。やっぱな、最初の台の方がビッグ引けてたんだよな。おや、さすがに。いや大丈夫じゃない、どうなの。はい、よし、ソロプレイ134ゲーム、今日チェリーで。スパーってやったら当たりましたやったー。おっ、ボーナス欲しい。ないか。あー、ない。また見た。そうなの、2回ボーナス。あ、赤を、赤、あ、でも次にあるから。え、ちょっと強制2回引いて、これはたまらなさすぎじゃない。ナイス、ありがとう。ファルナ、一部でファルナ、ないですここで魔石をいっぱい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 取ると、え、嘘、全然魔石取れなかった。まあでも次は赤なんで。ナイス、これこれ、まだまだがやりたかったんですよ、まだまだ。あれ、早くボーナス来い、ボーナスない。どうしたらいい、もうパチンコっていいの、パチンコ。あ、でも空いてないならしょうがないんじゃないかな。
来たいいの引いたよガラガラです。私の笑うセルスマンがこの島で唯一のガラガラやめとけやめとけやめとけ。 ART さん、レギュラーさん、428ゲーム悪くないんじゃないの。428ゲームでさ ART3 回入ってるよ。あー、うん、400までいってる時点で高設定ないかもね。あ、そう設定6とかだと300超えないから。そうなんだ。まあ6じゃないよな、でもまあ6はないからな、ね、リレギュラー、あ、でも113ゲームでレギュラー引いた後66ゲームと26ゲームって書いてあるよ。悪くないんじゃないの。いやー、どうかな。天国が結構何回かあるんだったらいいかもしれないけど、ちょっと打ってみようかな。全然わからんけど。じゃあ行きますか。ヘブンズストライクデュースデア、初めて引いた。ヘブンズストライクの上位版、これがあれですよ、引くべき時に引いたファミリアチャンス。デュースデア初めて引いた。あ、もう魔石がめちゃくちゃ取れる。はよ、いっぱい行こう、いっぱい。ほらほら、お、なんだなんだ。紫まで行けないかな。あ、行った。いきなり紫まで行けるのはなかなか強いで、またクリティカルゲームからのスタートなんで、レインボーまでいけるんじゃないかな。まあ、溜まってる場合もあります。内部的に溜まっててレインボーにしてないだけの可能性もある。でも全くわからないですけど、ユズッキーが好きな笑うセールスマンをちょっと打ってみようかと思います。何でも聞いて。多分すごい効くと思う今何ゲーム。今96でやめてある。天国抜けって感じ。あ、まあ、天国見てやめた感じだよね。あ、これレインボー行きますね。第3停止で下金消灯すればレインボー来た。レインボー、これで継続濃厚。ここから溜まる分は次回に持ち越されるんで、チャンス。さすいか、あ、違う、チャンス目。あ、外れ外れ、スイカだ。あ、チャンス目。うわ、指が来た。モグロ来た。クイゾーン、お、いいね、チャンスゾーン。あ、これチャンスゾーンなんだ。一応ね、一応背景は紫。背景なんか弱い、弱そう。背景が紫、黄色、赤ある。紫だったらチャンス目とか引かないと。あ、ヘルゾーンみたいな感じか。あ、うん、そう。あ、ダメだ。続いた。あ、チェリーだよ。チェリーだけど弱だからダメ。
まだチェリーだよ。お、あ、当たった。え、マジ？うま。強チェリーで。あ、天才。多分当たった。超えたんだ。4。天才。4は何？特に何もなし。あ、特に何もなし。3か7か W だけかな。ボーナス確定。では継続でーす。出るのかな？狙えって出るよね。出る出る。そこでレア役引くと上位真とか極めになる。なるほど。全然始まらん。そこで枚数を稼ぐんや。なるほど。やりました。どんどんボーナスどんどんボーナス。名前よ。かわいいでしょ。かわいい。シンってついてるよ。え、シン、うん、嘘でしょ。シン入ってんの。シンって書いてるね。緑のやつ。緑のやつ。え、マジ？それ上位だよ。そうなんだ。いいやつやね。そこでレア役引くとどんどんチャレンジっていうのに行くんだけど、どんどんチャレンジも普通のとエクストラがあって、へぇ、シンだとエクストラが選ばれやすい。なるほど。なんか引かんとダメなんだな。でもめちゃめちゃ楽しいやつやん。見に行こうかな。お、あー、見に行こう。どこやどこや。おった。サンボイケン、サンボイケン。もうこれから万枚とかあるから。万枚か。ければあと16ゲーム。スイカとかじゃダメなんだよね。あ、全然 OK、 全然 OK、 なんでもいい。でスイカ引いたんだけどな。あ、そう、スイカだったら多分 33% でどっちかには当選する。あ、そうなんだ。チェリーだったら1/4。ジャックチェリー引いたよ。ジャックチェリーも 25% で当選する。どっちかには。運が悪かったな。じゃあテオチェだと絶対どっちかには当たる。あ、お、チャンス、スイカ、お、チャンス目引いたよ。どっちかには当たってる。ハーペーな。どっちかに渡ってて、あとはエクストラが引けてるかどうか。なるほど。次のレバーでここが消えたらエクストラ。あー、ノーマル。普通のやつか。普通の方。一個乗ればいいかな。一個ね。うん、
るよ。おー、ナイス。2個乗った2個乗った。おー、惜しい。黄色スタート、あるよあるよ。ナイス。おー、うまい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 、いけるいける。マジで上出来、マジで上出来だ。3つは上出来。マジで乗らないとき乗らないから。そっかそっか、ノーマルの方だと。よーし、まだあと7ゲームぐらいあるはず。あと1ゲームか。全然 OK。 すごい面白い。エクストラだともう本当にもうめちゃくちゃ乗る。ああ、事故っちゃうか。ご飯行きたい。ちょっと面白げだね。面白いよ。ゆずっきーに聞いたところ、なんか不屈ポイントみたいなのがこの台にもあるらしくて、それが放出されたみたいです。つまり、あの予期せぬハイエナ成功だったみたいで、さっき3つ乗ったんで、あと3連はするので、この4ボーナス4まではやるみたいなんで、そこでなるべく伸ばせるように頑張りたいと思います。何もできない。普通のやつ。ああ、なんもない。これで終わりか。ちょっと待った、なかなか終わった。4回。終わっちゃったよ。ガガガガールズトーク。イエーイ。今までで一番きつかった仕事は何？私はね、函館で水かぶったことかな、罰ゲームで。真冬？もうね、雪がめっちゃ降ってて、もうマイナス何十何度とかそういうぐらいの気温の時に、なんかちょっとね、申し訳なかさからか、うん、ぬるま湯だったんだけど、余計冷たいのぬるま湯で凍るしね。そうよね、もう秒で凍るし、しかも服着たままかぶるから余計寒くって。罰ゲームとか、罰ゲームなんだっけな、なんで罰ゲームなんだ、負けたのかな。いやでも勝って罰ゲームはない。どんな番組だよってなっちゃうから。なんか負けたんだろうね。なんか負けたんだと思う。でなんかね、そのね番組ね、毎回水かぶんないといけない。超つらかった。辛い。北海道ってのがまたね。やばいね。つらかった。なんて会社だ。どんだけだよね、ほんと。すごいな。私は、なんだろうな。なんか激辛と激熱をもうなんかめちゃくちゃ食わされた時かな。なんか、特技なんですかって言われて。結構熱いもの冷まさずに食べられますみたいな、って言ったら、もうなんか熱々のものを食べる対決みたいなのが始まって、もうすごい、そこで焼いた餃子をそのままみたいな、あー早食いみたいなのとか、
もう口の中ドゥルンドゥルンよね、やけどで、ドゥルンドゥルンだったりとか、あとハバネロとか、ハバネロそのまま用意されてこれ食べてくださいみたいな、みたいな生そう、生、ジョロキアとかな、もう味も何もないじゃん。いやもう本当にもう触っただけで何だったら熱いぐらいのえ、やばくないこれみたいなやつをやらされて、勝った？もう見事に胃がやられて、あ、負けて、もう病院病院とか胃薬いただいて、やば、はい、過度な演出には、いや本当ですよ、ほどほどが一番、そう皆さん気をつけてくださいよ。いや本当に本当に気をつけてくださいね。ね、あなたの癖をあるだけ話してあるだけ癖、私髪持つと丸めちゃうかも、折るとか、だか抽選券とか引いたら入るまでにぐっちゃぐちゃよ、こっちだ、あじゃあぐっちゃぐちゃ、かもしくは鶴が出来上がってるめっちゃ折るやん、すぐ折っちゃうんだよね、折るかこういかに細く丸められるかみたいなチャレンジを勝手に味、手が落ち着かないんだと、なんか動画とかで言われたことない？これが気になるみたいな、で直したこととか、あ言われても直したことないかも強いあ、うちっていうのを直した、直したっていうわけじゃん、減らした減らした言われたりはしてて、うん、なんかうちっていうのやめろみたいな、別に良くないと思うけど、確かに、でなんか値とか言うよりいいよね、値はマジ目立つ値は誰だよ即突っ込まれる、値じゃこれ打つわみたいなジャンバリンさんの怖いコメントに、なんだそれ値ってなんだよ結構私ということでも言っちゃうから、あ言っちゃう、うん、言っちゃうよ、編集点みたいな、うん、うん、こっから使っての合図、うん、ということで言っちゃう、言っちゃう、ね、やめろって言われたことある、超便利じゃない、言われ、でもやめろって、そう言われたことある、言われたことはないけど見てて気になっちゃう、自分で意識しちゃうと、そう、あまたこっから始まってんじゃんみたいな、結局そこを編集点にしたからそこからつながっちゃうから、あ切ったとこ切ったとこでところでところでところでって言ってるからめっちゃところで言ってるのもねはい、ということでみたいな、うん、ということでの代わりの言葉が見つからないよね、はい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 、それではそれではもう言う言っちゃうんだよね、編集点作りがち、うん、まあ仕方ないよね、でも ねそうそうそう、多分スタッフさんのこと考えてやってんだよ確かに癖な、難しいな、難しい、まあいろいろあるけど、まあ、あんまりでも自分では意識してないっていう感じかな、うん、あったら教えてほしい、うん、教えてくださいということで始めますか、おー頼む、ボーナスをくれ、ないか、おーせ、うーよかった、あぶだあぶだい、耐えた、はい、ボーナスをください、あらららよし、このヘスティアのポーズ次第でちょっと恩恵があったりなかったりなんで、見ちゃうよね、あここじゃない、
る。何かの間違いで、何かの間違いマジ青でありがとうございます。ボーナスが欲しい。あ、クリスマスカラー赤はいけるよ。赤はね、行かないとダメよ。むしろ白7の大チャンス。びっくり告知にしとけばカットイン時点で揃います。レア役引ければチェインブレイクで8分の1ぐらいまで上がるのかな。うわ、ここで更新されてしまった。なんて今、まあ、緑でもなくはないですけどね。ボーナスもない。ボーナス、あー、セーフ。あぶれー、駆け込み間に合った。いやー楽しい。あー、ボーナスありがとうございます。今日ベルからパーフェクト目指します。よし、ちょっと入れようかな。下皿分がプラスです。クリティカル、クリティカルゲームの続き、まだ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 。次も赤だしね、いけるんじゃないですか。あ、でも赤なんでいけるでしょう。あ、なんだかなぁいいことですけどね。赤で引こうよ。うわー、溜まってたまあいいことですけどね、そんなに溢れてないな。いかにギリギリのところでクリティカルに入れられるか。2つ耐えるにはボーナスを引くしか。食べた。お、耐えた。6択終了です。489枚。はい、ということで私の人生は終了です。あとはヤマンちゃん次第。宝箱開けます。いっぱいですね、パチンコも。いっぱいだ。
どうしよう。開いてる。シャワー開いてる。乗っていいですか。では残り時間がもう少ししかないので、ちょっとだけ逆襲のシャアで逆襲したいと思います。ちょっと打ってみたかったんですよ。今週導入されたんですけど、全く初めて触るのですごい楽しみ。スペックがね、少し特殊で、基本的にはシーフォギアタイプなんですけど、後半の残保留で当たると連鎖砲が99回だけな、つく実質この100回転で 7.7 アブドルチョウ引けばいいから、まあ、実質次の連チャンも濃厚となる。だから後半で当たった方が連チャンする見込みがあるっていうね、ちょっと変なスペックなんですよね。まあ、ライトなんで運が良ければ時間内に1回は当てられるかも。ほとんど通常時触ってないんですけど、イメージ的にはしっかりいろいろ出ないと当たらないっていう感じ。これ多分たまんないとダメなんですよ、いっぱい。おお、いいね。ああ。なんだこれ。わあ、あ、これ偉いやつじゃん。逆襲フリーズじゃないのこれ。ブルブル。なんかでもな、どうだろう、ちょっと。最後があと煽りが。これとかだったら、おお、当たった、嬉しい。やったー、だからボタン一つ、あ、嬉しい。逆襲リーズが偉かったのかな、嬉しい。あ、嬉しい。満足です。これでもう私は満足。投資が32,000円、総投資がね、この台には5,000円。あー嬉しい。あ、結構あんなでも1個熱いの出れば当たるから、緑保留でも分かんないですね、全然。入れば 80% オーバー。
だいたい緑までしか行かない。あ、ここではむしろ当たらない方がいい。後ろの4つで当たった方がいいんですよ。プレミアムに入るから。で、これが、まあもう保留溜まってるんですけど、でも全然ね、青でも当たるとき当たるし、ここで当たればプレミアム逆襲ラッシュに入る。これがあと3回転あります。あと青と緑、赤とかあったら偉いんですけどね。図柄2のままだっけな、なんかいろんな図柄に。無理だよ。弱気です。アムロさん弱気。あー、ラスト。ちょっと実戦結果は散々でしたけど、ちょっと私シャアを純粋にパチンコ打ちとして楽しんでしまいました。でも宝箱には貢献できず本当に申し訳ない。次回は頑張りたいと思います。お疲れ様でした。実戦終了。はい、お疲れ様でした。お疲れです。早速、はい、結果からいきましょうか。あ、いきましょういきましょう。じゃあ私から、はい、投資が1600枚回収ゼロ、結果マイナス1600枚。はい、お疲れした。お疲れ様でした。いや結構ね頑張ったんだけど、主にねジャグラーのJ にやられましたか。でもなんかあの笑うセールスマンがちょっと面白いって。そうでしょ、面白かった。面白いの。絶対ゆずっきーが言ってなかったらもう歌って人生終わってた。でもハイエナも成功してたからね。そうそうそう。溜まってたからね。そう、溜まってた。めちゃ天才だもんね。シャアもね一回当たったし、うん、ちょっと今日の内容的にはシャアすごいいい台だったの。本当に？そう。もうポテンシャルは。そう。内容はすごい満足してます。さあこの時点で、はい、残念ながらプレミアム宝箱の方はなくなってしまったんですけど、はい、ゆずっきーの結果でね、はい、まだ宝箱のチャンスがあるので、はい、結果の方お願いします。はい、私投資が500枚回収が853枚ということでプラス353枚です。イエーイ、素晴らしい。よっしゃー。セーフ。番組的にどうかなと思って、ね、大丈夫かなって。いやでもほら視聴者さんもプレゼントもらえるかもしれないわけじゃん。そうだよね。そうですよ。引けますから。いや、よかった。罰ゲームじゃなくてもっとよかった。マジでそれまずは本当に。これだけは死守するって言って投資分だけ別にしといたんで。私のリスクアップの時と全く同じ。これだけはここは使わないぞって。ここだけでなんとか。
頑張りまして。いやー素晴らしい。いやヘスティア様がもう神もっと神様なんで。ああそうなんだ。いや神ですねあれは。かわいいし頑張もちょっと私見てみようと思います。いやもうぜひお願いします本当に。ヘスティアが可愛いの。しかも勝たせていただいてありがとうございます。本当に当てましょうか。じゃあということでじゃあ、はい、宝箱の方を引いていきますか。はい、それでは、はい、選んでください。ノータッチですよね。誰も正解わかんないくせにノータッチいや、二人は知ってるんですよ、多分。知ってんの？二人は知ってるんだよ、だから。ミオは見てくれない。そうそうそう、それでこの間当たったから、ね、私なんだっけ、前回こんにちはしてたよね。あ、なんか、そうそうそう、挨拶してたよね。こんにちはっつってこれ。お軽いのよ、持った感じは。あ、なんかそれ、こんな音したっけ、前。めっちゃいるはいるけどね。いるいる。めっちゃいるけどね。いくよ。怖い。なんかあの、ミューンみたいな。そう。そういうこと？ヘビのやつ。うわ。怖い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 。怖いよね。いきます。オープン。じゃあ視聴者の皆さんにたわしをプレゼントしたいと思います。応募はこちらです。応募はこちらです。だってなんかレアじゃない。確かに今時ないですよこんなたわし今時たわしなくない。なんでこの緑なの。いやオシャンティだけども。オシャンティなね。いや引っ掛けやすい機能的よ。ここ引っ掛け、ね、乾燥できるちゃんと。プレゼントはこちらでーす。たわしを1名様に外れってことですか。あ、マジか。やっぱね、こんな音しなかったもん。いや、そうだよね。あ、マジか。それで重さで分かるって言ったんですね。持っちゃダメなんだね。そうだね。軽いやつが当たりだったんだ、じゃあ。そういうことか。やられたな。やられた。探りすぎた。あ、でもね、はい、罰ゲームしなくて済んだだけでも、はい、私たちは良かったです。好感度欲しかったな。好感度欲しかったね。好感度欲しかった。喉から手が出るほど欲しいですけど。欲しいですけど残念ながら、はい、好感度も上がらず、はい、終了でございます。でもね今日なんか楽しかった、うん、やっぱりこの番組楽しいね。うん、他がつまんないって言ってるわけじゃないけどミニコーナーとかあるしね、いろいろ喋れるし、ね、楽しい。次はまた違う組み合わせで。さあ次回は、はい、またもゆずきと、はい、みのりんということなんですけど、どうですかね。どうですかね。いや罰ゲームだけは回避する。そうね。最悪拾うんで。でもなんか緑、イメージ的に荒いのに。いやそうなのよ。そうね。だからダンマチか笑うでいこうかな。お決まりの。いやお決まりのお約束の。だから取らないでみんな。取らないで。開けといてちゃんと一台は。そうそう一台か二台。そう開けといてくれないと私ちょっと困っちゃうんで。でお願いします。はい、はい、お願いします。ではでは、うん、次回こそはプレミアム宝箱ゲットとなるのか、はい、はたまた初の罰ゲームとなるのか、次回も楽しみにしていてください、はい、それではまた次回お会いしましょう。さよなら。バイバイ。チャンネル登録すれば検索の手間いらずで最新動画をいち早くチェックできます。皆さんもチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。